リサイタル。今日は久保田みどり弦楽四重奏団の演奏でベートーベンの弦楽四重奏曲ハープをお送りします。この四重奏団は日本の弦楽四重奏の演奏に大きな足跡を残した岩本真理弦楽四重奏団のビオラ奏者であった老沼誠治さんと、それにしばしば岩本真理四重奏団と共演していたチェロの藤田隆夫さんの2人が再び定期的な室内楽活動を行うことを目指して結成されたものです。第一バイオリンには老沼さんと東京芸術大学で同級だった久保田みどりさんを、そして第二バイオリンにはこの春東京芸術大学を卒業された鈴木俊彦さんを迎え1981年にスタートしました。以来東京と大阪を中心に活躍され好評を得てきました。それでは久保田みどり弦楽四重奏団の演奏でベートーベン作曲弦楽四重奏曲編補調長作品74ハープをお聴きください。
Thank you.
ベートーベン作曲、弦楽四重奏曲、変法長調、作品74、ハープでした。演奏は久保田みどり弦楽四重奏団。第一バイオリン、久保田みどり。第二バイオリン、鈴木星彦。ビオラ、老沼誠治。チェロ、藤田隆夫の皆さんでした。午後のリサイタルを終わります。午後のリサイタル。